キング、今日やる料理はね、もうね、なんかもうさっぱりしたもの食べたいんで、もうちゃちゃって、もうさっぱりしたやつ作りますね。はい、調理スタート。今日の材料説明いきますね。もうね、今日はさっぱりいきますよ。大葉3枚、はい、きゅうりが1本、ナスが1個、みょうがが1個、トマトが1個、で、ちりめんじゃこですね。はい、これだけでーす。じゃあまあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。今日はね、もうさっぱりしたやつを、もう夏野菜をね、もうどんどんと食べようじゃないかってことで、もうそうね、ちょっと軽く浅漬けみたいにして、それをじゃこであえてみようかなと思いました。まずね、きゅうりもどうしようかな。うん。今日はね、ちょっとね、叩くんじゃなくて、ちょっと薄く切ってみましょうかね、今日はね。薄くこうやってちょっと斜めにこう切ってみます。こんな感じ。はい、こんな感じに切りました。はい、そしたらね、これね、丼でもボウルでもバーン入れて、はい。そしたらね、ナスもね、今日も同じように、こう、ちょっと 薄くね、半分入れたらこういう感じで、薄く。だいたいきゅうりと同じような感じの薄さに切ります。はい、ナスもきゅうりと同じ感じね、こんな感じに切りました。はい。そしたらこれね、きゅうりとナスをこう、パン入れて、はい。はい、そしたらね、塩ですね。塩でちょっと塩もみしますね。それこの量だったらそうでね、これ、小さじ1杯。はい。1杯分くらいかな。1杯とちょっとくらいかな。はい。こんな感じで、これを塩もみします。はい。よし。はい、これでね、これはもうちょっと置いといて。はい。じゃあね、あとの薬味たちを切りますね。こうね、みょうがもね、みょうがもこんな細かく切って、はい、みょうが細かく切りました。はい、そしたらオーブンもね、大葉もまあ適当にこうちょっと真ん中一本入れて、これもまあちょっとある程度の細かさに切ります。香りいいっすよね。もう大葉とね、みょうが最高っすよ、香りがね。はい、こんな感じでみょうがと大葉切りました。あとはトマトだね。トマトもこれ小さめなんですけど、まあ、ちょっとこんな感じで、よいしょ。はい、トマトもね、こう、ちょっとくし形に、こう、ちょっとざっくり切りますかね。はい、ざっくり切ります。はい、残してるうちね、さっき、しょんもみしたきゅうりとナスが、まあ、ちょっと軽い浅漬けみたいな感じになりましたね。はい。そしたら、これで、もうちょっと綺麗な布巾で、はい、ちょっとこれで、水分絞ってます。はい。はい、こんな感じで水分絞りますね。はい。よっ。はい。そしたらまた別の器にこう入れます。ああ、もうね、この状態でね、もう軽い浅漬けなんで、もうこれだけでもね、十分美味しいですよ。はい。そしたらそこに先ほどの薬味とトマトね、パン入れて、はい。で、薬味も全部入れちゃいます。はい。それから味のね、今日のこのポイントで、このちりめんじゃこ、ちりめんじゃこもね、よいしょ、よいしょ、ちりめんじゃこね、はい、ちりめんじゃこも好きなだけポン入れて、これはね、アクセントになりますよね。はい、これでさっとあえて完成です。ね、あとこれ忘れてたね、あとね、レモンね、レモン ひとかけね。これでね、ほんの少し酸味入れることでキューッと味が締まるんでね。はい、こんな感じで。はい。で、あとはさ、ざっくり混ぜて、完成でーす。はい。はい、器に盛り付けて完成しました。今日の簡単料理ね、夏野菜のさっぱりじゃこあえの完成でーす。美味しそう。はい、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思いまーす。今日のつまみ、超さっぱりですよ。はいはい。もう夏野菜をね、たっぷり食べようかなと思って、しかも暑いんで、まあちょっとね、さっぱり、ちょっと、なんつうな、さっぱり、もう超さっぱりじゃないの、あれもんね。はい、じゃあいただきます。じゃあその前に、今日も皆さんお疲れ様でした。乾杯！あー、おいしい！毎日楽しい！よし、ということで、今日も、
このね、シャシャーって作ったこのさっぱりあえ食べてみたいと思います。じゃあいただきます。えい、うん、うわー、爽やかもうね、本当にこのナスとキュウリのもうなんていうかな、ちょっとしたこのもう浅漬けみたいな感じなんですけど、それにこのね、みょうがの香り、大葉の香りで、レモンを絞ったことによってちょっとこうしたね、酸味があって、で、こうちょいちょい顔出すこのトマトもね、うん、もう夏を食べてるって感じですね。うん、しかも野菜だけですし、もうめちゃめちゃこれはもう最高ですよ、このつまみとしては。うん、おいしい。やっぱり夏はこういうのがいいね。もう本当にシンプルなんですけどね、このちりめんじゃこがね、このなんていうの、お野菜のこのアクセントにもう効いてますね。この夏野菜のシャキシャキにこのちりめんじゃこ、もうめちゃめちゃいい感じに効いてます。うーん、これはもう、うん、ビールとかチューハイとか、うん、最高ですねこれは。うん、もうやっぱりこの暑い夏にぴったりのこの夏野菜のちりめんじゃこ大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。